はい、皆さん、こんにちは。はずきこうえいです。はずきこうえいの水日チャンネルということで、今日もよろしくお願いします。さあ、えー、月が変わって3月、新しい月がスタートしました。 えー、3月はですね、この2024年の中でもですね、要注意月の一つなんですね。えー、僕はあ、今年はですね、369というこの未六のこの3ヶ月っていうのが、まあ、2024年の中でですね、まあ、ポイントになる月というふうに、まあ、以前からお話してるんですけども、そのうちの一つが、 まあ今月始まる、やってくるということですよね。えー、3月はですね、数比で見ると11、同様の月に当たっています。えー、つまり、心が揺れ動く、そういう、その同様ですよね。え,ーえ、え、そえ、そんなの聞いてないよとか、え、そんな風になるんですかとか、え,ーえ、いきなりそういうことが起こるのとか、まあそういう、 ことがですね、起きやすいのが、この3月という月なんですよね。まあ、一つはやっぱり年度末ということですから、いわゆる4月から新しい仕組み、新しいシステムがまあ始まるわけですよね。まあ、よく言われているのは、その物流問題、えー、が、まあ、4月から新しいね、仕組みで始まるわけですけども、おそれに、 対しても具体的な話が当然出てくるわけですよねまあいわゆる料金が上がりますよとかね来月からこういう仕組みになりますよとか、えー、いうことがもうあの具体的に発表されるわけですねでもちろん聞いてはいますからね2024年の4月からその物流のシステムが変わりますよ仕組みが変わりますよ法律が変わりますよっていうのは聞いてはいますから あの、まあ、変わるんだろうなっていうのは分かってますけど、その、いわゆる、いざリアルになると、やっぱりこう、びっくりします。え、そんなに値段上がるんですかとか、分かんない。え,ーえ、もうなんか、今日出して明日はもうつかないのねとか、で、あの、まあ、い、い、いろんな、こう、制度がやっぱ変わってくるわけです。それによって物流ってやっぱり、あの、物の流れですから、いろんなところにそれ波及効果が。 当然あるわけですよね。で、それだけじゃなくて、え、いろんなことがやっぱり年度末で新しい年度でその仕組みが変わっていくから、え、それ聞いてないよとか、そんなこと知らないよって、え実は知らないんでも聞いてなくてもなくてですね、本当はちゃんとし てるっていうかそれをお,お,お知らせしてるっていうか我々は聞いてるんだけどもやっぱり自分ごとになってないんですねで逆に言えば動揺するっていうのはあ,ある意味自分ごとになりました でね、自分ごとになったから動揺するわけじゃないですか。自分ごとになってなかったら動揺しようがないから、その自分ごとになったんだっていうことを認めることがすごく大事。そういうタイミングが、まあ、3月。この法律の仕組みだけの問題ではなくてですねうん、まあ何かこういう、いわゆる今年はお金絡みですから、そのね、えーまあ、いわゆる株式の話なんかもそうですし、えー、今ね、 こう、金融関係でもいろいろなことが動いてますから、そういうこともですね、実際にはっきり、こういう仕組みでいきますよっていう仕組みが変わるっていうこともですね、きっと発表されるようになると思いますがそこで、いわゆるその、うん、あたふたしないっていうか、あ,あたふたしてもいいんだけども、うんとそれをちゃんと認めるっていうことが、まあ、この3月の大きなポイントなんですね。で、えー、ちょっと、 今月のですね、3月のマンスリーメッセージ読ませていただくとですね、すひなみのりマンスリーメッセージ2024年の3月は揺れる気持ちを認めてシェアしましょう。気持ちの揺れは自分ごとになった証拠、それを分かち合えるのも豊かなこと。 今月は11同様の月。二桁のゾロ目の数字はマスターナンバーと呼ばれ、現実面よりも精神面がクローズアップされるタイミングです。2月から始まった激動の本番の波が誰の目にも明らかになってくるのが今月。ね、えー、現実的な世の中の仕組みの変化に直面して気持ちが揺れるのはある意味当然。それを何事もなかったかのように無視したり気持ちを抑えて、無理して陽気に振る舞うのも違います。 豊かさ意識を養うとしても当たり前意識が貧しさ意識に引き戻されることもあるでしょう。そうですね。現実的な、まあ、お金の仕組みとかですね、えー、が変わってくるわけですから、それはやっぱり急に値段が上がっちゃったりとかすると、えー、どうしようって思うのは当然だと思うんですよね。 だそれをなかったことにしないとか、まあ、誰かのせいにしないとかいうことがすごく大事なことなんじゃないかなと思います。気持ちが揺れるのはある意味自分ごとになったし証ですから、今月はその気持ちの揺れを隠さないことが大切。そうなんですよ。気持ちが揺れてる、えって、びっくりしてるとか、動揺してるとかあ、そのドキドキしてるとかね、えどうしようとかパニックになってるとか、そういうことは当然あるんですよ。あるはずなんですよね。 だからその時にそれを隠さない。え、今ちょっとすごいびっくりしたんですけどとか、今すごい心配なんですけどとか、今それを、が、こう、怒ってて、 えちょっとパニックになってるんですけど、みたいなことをちゃんと認めて、それを大事な人に、みんなに言う必要ないんですよ。みんなに言う必要ないんですけども、その本当に自分が信頼できる大事な人にちゃんとシェアすることで、そのシェアができた時点で、ほぼ同様は収まるというふうに言ってもいいんじゃないかなと思います。その同様を抑えたり、隠したり、なかったことのないように振る舞うのが、まあ、今月としては一番やっちゃいけないこと、っていうことになるわけですね。 ぜひぜひこの対処法は覚えておいていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。社会は年度末を迎えて本格的に新しい仕組みに向けて動き出すタイミング。そのことを頭で理解していてもいざ日々の生活にリアルに影響することが分かれば誰だって動揺するでしょう。今月はそういうことが起こりやすい時だと分かっているだけでも、本当そうですね。今月はそういうことが起こりやすい月って分かっているだけでも動揺は随分抑えられるはずです。 えー、その影響はあかなり軽減されるはず。今月動揺するようなことが起きても、まずはそうきましたかと一旦すべて受け入れましょう。その上で動揺している自分を隠さず否定せず、心の動揺をしっかり味わうよう心がけてみましょう。はい。これ今月すごく大事なことなので、まあ、ある意味動揺することが必ず起こると言ってもいいと思います。過言ではないと思います。 まあ、それは人によってね、その同様の種類とか、影響度の大きさはいろいろあると思いますけども、何かが起こるんだっていうことを、もう本当にあ、あらかじめちゃんとインプットしていくっていうか、うん、準備しておくと、心の動揺も、そんなにね、急に来てくるわけじゃん。で、実はこれも本当に前々からちゃんと言ってるでしょっていう話なんですよね。まあ、いわゆるその政府っていうかな、その国の仕組みから言えばね、 でも、やっぱり我々はどうしてもその目の前のことしか見てないから、あ、急に来たみたいな風になるんで、そこをですね、やっぱりカバーしていくっていうか、ある程度、こう、心、気持ちの部分を整えていくっていうか、気持ち的にちゃんとこう、準備しておくっていうことがすごく大事なんですよね。気持ちが、あなたの気持ちが動揺する理由は一体何でしょうお金のことですかそれとも他の理由ですか いずれにしても今のしく今までの仕組みが当たり前でずっと続くと思っていたから、どういうものではありませんかその当たり前意識を手放すことが、 実は2020年今年の一番大きなテーマなんですよね。要は今までこうだっただから、これがずっと続くでしょと思ってる、これの当たり前意識が実は貧しさ意識につながっていくんだっていうことですよね。全部が要はありがたいこと、全部が本当に豊かなことだったら、今まであったものが変わっていく、あるいは今まであったことがもう豊かなんだから、もうそれに感謝するっていうことができたはずなんですけど、もう当たり前になっちゃうと。ね。えー もうそれがちょっと変わっただけで、なんかすごい奪われた感が出るじゃないですか。それが実は貧しさ意識に非常に繋がっていきますよということをですね、ぜひぜひ覚えておいていただきたいなというふうに思います。今起きていることは当たり前意識をまだしっかりき、しっかり、えー、握っていることに気づかせてくれるありがたい出来事なのかもしれません。本当にその通りですね。 今年、これからも気持ちが揺れる出来事がたくさん起きていきます。今まで、A、は、事故や事件、災害やトラブルは起きても、どこか他人事の意識があったかもしれませんが、これから起きるお金の激動に関して、関係のない人は一人もいません。はい。 ここすんごい大きなポイントですからね。いわゆる、まあ、今回のコロナのパンデミックなんかもそうなんですけども、それよりもさらにお金のことっていうのは、もうみんなが関係することですから、誰も関係ない人がいないので、それだけにやっぱり同様の規模も大きくなるわけですね。みんなの心も乱れますから、大きく乱れますから、そういう意味でやっぱり、まずそれを、 準備する、その動揺を隠さずえ、きちんと味わって、その大事な人とシェアするっていうことがすごく大事なこと。このちょっとした違いがですね、大きな大きな違いを生むことになりますので、ぜひぜひ意識して過ごしていただければというふうに思います。ね、社会的な変化が自分ごとになったから動揺をするんです。その動揺をしっかり感じて、それを身近な人と素直に分かち合うことがより大切で、それが今月の運気の波に乗るコツにもなるのです。 いいですかただし、あなたが動揺しているということは少なからず大切な相手も動揺しているはず。あなたの動揺を相手にぶつけてしまうと喧嘩になるだけ。ですから自分の動揺をシェアするときは、私は今こう感じていますという自分の気持ちだけを伝えるようにしましょう。心の動揺を打ち分ける相手がいるということはとても豊かなこと。その豊かさに気づけば相手への感謝も自然に湧いてくるでしょう。そのとき、あなたの動揺は自然と収まり。 バランスも整ってくるはず。揺れることを恐れない。揺れて戻る。それが宇宙のバランス。宇宙法則なのですから。はい、そうですね。揺れまいとするんじゃなくて、揺れることを恐れない。あ、今揺れている。そして、揺れたらちゃんと戻りますから。だからそういう意味では、本当に揺れに任す。揺れに委ねるということがですね、実はこう3月を過ごしていく上でですね、一番大事なことになるのかもしれません。 そしてこれはですね、えー、3月はですね、春分の日がありますから、その春分の日以降、だん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 、こう、加速度的に、えー、その、動揺をするようなね、出来事が、どんどん起きてくる可能性がありますので、できるだけ早いうちから、その、なんですかね。 同様に慣れておくっていうかな。同様に備えておくっていうかな。だからやっぱり普段からその大切な人と気持ちの部分をやっぱりシェアするっていうことをですね。ぜひぜひ今月は意識して過ごしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。さあ、2024年の最初のまず第一関門としてこの3月、えー、始まりますので、 さあ、どんな動揺をするような出来事が起こるのか、さあ、まだわかりませんけども、ね、どんなことが起こったとしてもですね、え、他人事ではなく自分事と,として、そして自分の心の動揺をしっかり認めて、えー、はいでしたり、えー、何もないふりをするんではなく、あ、やっぱりこういうことで自分はね、動揺するんだな、心が乱れるんだなっていうことをきちんと認めて、えー、その心の揺れをしっかり、 味わった上で戻っていきましょう。この真ん中にですね。その真ん中に戻るための一つの、まあ方策というかですね。一つの、えーまあ、指針としてですね。まあ、この、えー、僕のね、水ギチャンネルっていう動画を見ていただけると、 まあ、すごい嬉しいなぁというふうに思います。真ん中に戻ってくる一つのこう、なんか定点観測みたいなね。あーなんかはつきさんの話を聞くと、あ、気持ちが真ん中に戻ってくるなぁっていうふうになるといいなぁと思ってますし、自分自身もそれを意識して過ごしたいと思いますし、この動画、 からですね、えー、その真ん中、僕ずっと言ってます、そのセンタリングっていうんですけども、真ん中に戻ってくる。良いも悪いもあるんだけども、その良いも悪いもどっちもよく,よくて、そして真ん中にスーッとこう、きちっとこう、整っていく。このね、えー、そのセンタリングっていうんですけども、そのセンタリングの一つのですね、ツールとして、この動画を使っていただけると、僕としてはとても嬉しいなと思います。はい、それでは、 一、最後に、ね、一回深呼吸をして。 真ん中に戻るというのを意識してぜひ同様を楽しんでいただければというふうに思いますはい、参考にしていただければ幸いですそれでは新しい月3月も嬉しく楽しく幸せに過ごしてまいりましょうではでは